ムーンカスタムパーツで組んだベース1982年頃の再生第1回この動画では今回私が昔に組んだベースを再生するために現在行っている作業内容をご紹介しますこのベースはここ40年ほど使用していなかったものです興味のある方はご覧ください1ネックの塗装剥離当初動画にする予定はなかったので 剥離の工程は撮影していませんでしたので、今回はご紹介できません。2. ムーン製ネックの状態について。3. 木目と強度の関係について。単なる作業の紹介だけでは芸がないので、木目と強度の関係について説明します。4. ネックジョイントパーツ、およびマシンヘッドの状態を確認します。ベースはネックもボディもすべてオイルフィニッシュに変更する予定です。 このベースのネックについて説明します。ローズウッドワンピース製のジャズベースのネックをムーンから購入し、ヘッドシェイプをジャズベースの形から、オリジナルプレシジョンベースタイプの形状に自分で加工しました。当時、オリジナルプレシジョンベースタイプのネックは販売されていませんでしたので、加工する以外に仕方がなかったです。ポジションマークはオリジナルのプラスチックが気に入らなかったので、自分で木材、 具体的にはメープルに変更しました。指板を含めネック全体を黒色ラッカーで塗装した状態でした。それでは、塗装を除去した状態のネックを指板側のヘッドから順にハイポジションの方向に見ていき、次に裏面を見ていきます。この写真の A はラッカー下部に塗ったシーラントが取れきれていない場所。B はテンションガイド部がめり込んでいてラッカー層が残った場所。C は大まかな木目の方向を表しています。 木目については後ほど説明しますので、大まかな傾向を覚えておいてください。ヘッド部の木目は、おおむね、ネックに平行であることがわかります。ネックの幅は38ミリです。ジャズベースは40ミリくらいだと思うので、2ミリ程度狭いかもしれません。D はシーラントが残った場所です。フレットの周囲は塗装を剥がすのが難しいので、指板の塗装は避けた方が良いと思います。 木目の方向はネックに対して少し傾いています。ポジションマークはメープルに変更しています。木目の方向はネックにほぼ平行です。5から9フレットです。木目はネックに対して少し傾いています。9から12フレットです。木目はネックにほぼ平行です。12から18フレットです。木目はネックに平行です。次に、ネックジョイント部からヘッドの方向に裏側を見ていきます。 F は木部のへこみにラッカー塗装が残った部分です。木目はネックに平行です。矢印の部分にシーラントが残った部分があります。木目はネックに平行です。G にシーラントの残りが見られます。H にシーラントの残りが見えます。木目はネックの方向から少し傾いています。何箇所かシーラントが残っている場所があります。 木目はネックの方向から少し傾いています。ネックからヘッドに向かって木目がやや傾いていっています。シーラントの残りが数箇所で見られます。このシーラントをしっかり除去しておかないと、予定しているオイルフィニッシュの際に、オイルの浸透を妨げることになります。ここでネックの木目について説明します。木材を切り出す際、代表的な方法として、この図の A、B で示した方法があります。 A の形で切り出した板は、板目。B の形で切り出した板は、マサめの板と言われます。右側の図は、切り出された板を上側から見たところです。板目の板の木目、マサめの板の木目を示しています。板目の木材は一般的に乾燥により収縮しやすく、反りやすいと言われています。マサめの木材は反りにくく、割れにくく、丈夫ですが、水分を吸いやすいと言われています。 ネックの曲げについてですが、一般的には、下記の事柄が重要です。ネックには圧縮力と遠心力が働きます。この図の上部を指板側とすると、順反りの場合、指板側に圧縮力、指板と反対側には遠心力が働きます。理屈の上では、ネックには遠心力も圧縮力も働かない中立面が存在します。 ネックに使用される木材が圧縮とか延伸に対して強ければ、当然、直感的にも明らかなように、ネックは曲がりにくくなります。この外力に対して強いか、弱いかを決めるのが男性率です。弾性率が高ければ外力による変形は起こりにくくなります。ここからが本題です。左側の図には同一の木材から切り出した木目が異なる3種類のブロックを示しています。 このブロックを上部から圧縮しようとした際に受ける抵抗の大きさが圧縮に対する弾性率と考えてください。最も左側のブロックでは木目の方向と圧縮力の角度は90度、中央のブロックでは45度、最も右側のブロックでは0度となります。データによってばらつきはあるものの、よく知られている事実として圧縮に対して左側、中央、右側の順に弾性率は高くなり、 圧縮に対して変形しにくくなります。ハードロックメープルのデータの一例を示すと、12%の含水率で比較すると、左側で10メガパスカル、右側では54メガパスカルと大きな違いがあります。つまり、痛めのネックよりもサメのネックの方が変形しにくいということが言えます。中古楽器を購入する際、ネックの木目をよく調べることも重要です。現在、 ネックを見ているとほとんどのものは痛めになっていると思います。ただし、着色塗装されている場合には木目を確認できませんので、ナチュラル塗装のものにしか当てはまりませんが、ヘッドが着色塗装されていない場合、木目はヘッドの木目から推定することも可能です。こちらは、ネックジョイントプレートです。当時は金属プレートの下側にプラスチック製のクッション材を入れるのが流行っていました。 L の部分はかなり錆びています。こちらが裏側から見たところです。クッション材の下部にギター本体の塗装が剥離して付着しています。こちらは金属プレートとクッション材を分離したところです。記憶がはっきりしないのですが、N の部分は接着剤の跡だと思います。こちらは金属プレートの裏側部分ですが、かなり腐食しています。次はマシンヘッドです。 ペグの部分の色が剥げたり、表面が腐食したりしています。反対側を見るとかなり、ひどい状態です。腐食していなくても、ペグの周辺は黒い色が剥げているのがよくわかります。こちらが全体像です。錆を落として研磨すると黒い色が剥げ落ちてしまうので、これをどのように処理するか検討中です。上部のテンションガイドはブラス製で剥げてはいますが、腐食は見られません。まとめです。 1. 1私が購入した1980年代のムーンカスタムギターズ製のネックに使用されている木材は、強度的に優れるマサめの木材が使用されていました。2. ネック材の痩せによるフレットのエッジの出っ張りは見られず、ネックの反りも見られませんでした。反りがないことに関しては、このベースをずっと半音下げたチューニングで使用していたことも、少しは影響しているかもしれません。 第2回の予告。次回はネックのオイルフィニッシュ後の様子をご紹介し、間に合えば、ボディの塗装剥離、配線、ポットの状態などについてもご紹介できればと考えています。最後までご覧いただきありがとうございます。動画の内容が良かったと思われた方は、グッドボタンをお願いいたします。また、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。